ボーイング747から200の尾翼尾翼とは航空機にモーメントの釣り合いと安定性を与えるために使用される翼。通常は主翼の後方に垂直尾翼と水平尾翼が取り付けられる。潜水船にも付けられることが多い。おおむね水平に設置された尾翼である。水平尾翼の働きは主翼との釣り合いによって機体に ピッチング軸周りの安定性を与えること、及び昇降打によって、機体の機種上げ下げの運動を制御することである。通常の飛行機及び滑空機の設計では、揚力の中心が重心より、若干後方に位置するように主翼を配置し、水平尾翼には、マイナスの揚力を発生させて、水平飛行のための釣り合いを取ることで、機体垂直方向の自然安定性を確保する。 初期の飛行機及び滑空機には主翼の配置を揚力の中心が重心より若干前方に位置するようにして水平尾翼にプラスの揚力を発生させる揚力尾翼方式の機体も存在した。しかし、これでは逆に垂直方向に対して不安定になるために安定操縦に問題を生じる。このため通常はこの方式は採用されなかった。 1970年代以降、CCV 技術の確立により、戦闘機においては自然安定性を規制にして運動性能を追求するようになった。このため主翼の揚力中心を重心に近づけて配置し、あるいは重心より前方に配置することによって垂直方向の安定性を低減もしくは意図的に不安定にするようになった。 その場合の水平尾翼は揚力を発生しないか、もしくは、プラスの揚力を発生することになる。また、旅客機では、尾翼のマイナスの揚力を減らし、ひいては尾翼面積を減らすことで、空気抵抗を低減し、ひいては燃費を向上させる目的で、揚力の中心を重心に近づける思想で、設計された機体もある。これらはいずれにしてもコンピュータにより操縦が補助される。 水平尾翼の場合は、必ずしも主翼後方に装備されるわけではなく、主翼より前方に水平尾翼が装備される遠手型飛行機も存在する。その場合の主翼より前方に存在する尾翼を線尾翼という。遠手型飛行機の場合も、主翼の揚力中心は重心より後方に位置するのは同じであり、そのため先尾翼はプラスの揚力を発生する。 ただし、主翼自体でバランスを取り、あるいは常日の CCV 技術を採用した機体では、主翼配置を重心に近づけ、栓尾翼では揚力を発生しないものもある。固定した尾翼に昇降打を備えた水平尾翼のほか、水平尾翼全体が稼働する、全誘導式があり、戦闘機や前述の制御カナードでよく見られる。全誘導式を含め水平尾翼舵を作動させ、 ロール制御に用いる場合もあり、テールロンとも呼ばれる。下回りズノがついた回マイナス 4EJ の水平尾翼主翼と同じく上、回りズノがつけられることも多い。回マイナス4は、主翼に由来する急激な頭上げを解消するため、水平尾翼に23度の抱えリズノをつけており、外見は倍を逆さにした配置となっている。おおむね垂直に設置された尾翼である。 最近の小型軍用機では、偶数をわざと傾けて設けて、ステルス性を向上させる場合がある。垂直尾翼の働きは、機体用イング軸回りの安定性を与えること、及び方向打によって、機体用イング軸回りの運動を制御することである。垂直尾翼の場合は、主翼の後方に配置する。もちろんこれは、機体の重心より後方に配置することで、 自然安定性を得るためである。エンテ型、無微翼機では主翼に垂直微翼がつくことがあるが、可能な限り主翼の後ろ寄りに配置する。水平微翼の場合と異なり、主翼より前方に配置する例は少ない。また、X-15 のようなオールフライング方式を採用する例も少ない。 CCV 実験機において主翼前方かつオールフライング方式の垂直尾翼を採用した例があるが通常の主翼後方の垂直尾翼との併用であり実用機としての例は皆無であるただし一部の翼流鳥類の頭部が主翼前方かつオールフライング方式の垂直尾翼として機能した可能性はあるサイドワインダーや R-8 等の 航空力学上のエンテ型十字翼ミサイルは、戦闘側の翼4枚中引き起こし側及び、その反対側の翼は、主翼前方かつオールフライング方式の垂直尾翼として機能している。エンテ型飛行機の場合を除いて、水平尾翼とほぼ同じ位置に取り付けられる場合が多い。ただしかい、A、A-18 のように主翼と水平尾翼の間に、垂直尾翼を配置する例もある。 これは、エリアルールを考慮したためである。左上、ボーイング727、T ジュビー欲。中上、回 -117、V ジュビー欲。右上、ミグ -17、10ジュビー欲。左下、B-25、装備翼。中下、ス -15、装備翼。右下、P-38、総動形式で、 それぞれの胴体に尾翼がついたもの。水平尾翼と垂直尾翼の配置はすべての基部が一点に集まるものが一般的であるが、他にも異なる形状がある。垂直尾翼の先端付近に水平尾翼があるものは T 尾翼や T 字尾翼と呼ばれる。水平尾翼による旗いた効果により、垂直尾翼の効果が強まるので、垂直尾翼面積を小さくでき。 交代垂直尾翼と合わせれば、重心、空力中心から遠くなり、水平尾翼面積も小さくできる。欠点としては、向かい角を大きく取ると、主翼の交流が水平尾翼の効果をなくし、急激な機体の頭上げを生じる、ディープストールと呼ばれる、失速現象が起きやすい。特に運動性を重視する戦闘機の場合は、向かい角を大きく取れないのは、 致命的な欠陥となり、旋尾翼形式を除き T 字尾翼を含めて主翼より、上型に水平尾翼を配置する設計はなされなく、なったが、同様に運動性を重視する、はずの極技飛行機や、戦闘爆撃機パイロット要請を主目的とする、軍用練習機では、現代でも、第二次世界大戦機戦闘機と同様に、機体規模上低中翼の合理性が勝り、主翼より上型に、 後部水平尾翼を配置することが多い。現代での採用例は安定性を重視する大型機で多く採用される。また、機体ビブの空間を確保できるため、機体ビブに大きな出入り口を備える輸送機で採用される。特に膠着装置を短く頑丈にすべく、機体底部左右バルジ内に収容し、かつ異物吸入を避けるため主翼から吊るすエンジンや、 主翼に取り付けるプロペラを高い位置イコール公翼にし、主翼交流の影響域から水平尾翼を外すため T 字尾翼とするのは近現代軍用輸送機の定番レイアウトで、その他の用途でも主翼交流との干渉を避けるため高翼機で利点が多い。また、機体尾部の空間にエンジン搭載した場合、水平尾翼がエンジン整備交換の邪魔にならなく、空力的にも エンジンとの干渉が避けられるため機体との相性が良い。バリエーションに騒動機の騒動高単垂直尾翼上端を水平尾翼でつなぐ形式がある。十字尾翼と呼ばれる尾翼構成は2種類ある。水平尾翼を垂直尾翼の半ばに取り付けた十字尾翼は T 字尾翼と特徴が共通する。機体下方にも垂直尾翼を備えた十字尾翼は飛行船で採用される。 離着陸時に設置する危険があるため固定翼機での採用例は少ないが滑走路上での引き起こし角に限界のある後部プロペラ推進機ルー335や自力で地上滑走離陸をしない X-15 やトマホーク等のミサイルロケットの例がある多くの潜水船にも採用されたが軍用の潜水艦には後述の X 自備翼が増えつつある 装備翼化から見たホワイトナイト2枚の垂直尾翼がある。尾翼構成は装備翼と呼ばれる。目的としては以下の例がある。創造機では強度を増すため水平尾翼でつなぐ設計が多いがホワイトナイトのように機体後方に伸びた2本のブームにそれぞれ独立した尾翼がつくというバリエーションも存在する。 HG 美翼ブランを搭載して飛行するアン -225 前述の装備翼のバリエーションでもある。水平尾翼の先端にそれぞれ垂直尾翼を配置したものである。単発牽引式プロペラ機では、プロペラの交流を避けるために採用される。欠点としては、取り付け部の空気抵抗が増大することが挙げられる。アン -225 は、機体上部に、 大型の貨物を搭載することが設計時点で決まっていたため交流の影響を小さくするために HGB 翼が採用された。単純な十字尾翼のままでは垂直尾翼面積が不足する。オハイオ級原子力潜水艦では HGB 翼を追加して必要な垂直尾翼面積にしている。バリエーションに水平尾翼の途中を垂直尾翼複数が貫通する形または エンテ式、無尾翼式の主翼途中を貫通する形あるいは、同主翼翼端に主翼化までつながる形で垂直尾翼が取り付く形や、創造機の創造量高端から上下に垂直尾翼が、伸び創造高端間を水平尾翼がつなぐ形式等がある。アンリ・ファルマンが設計した初期の副容器であるファルマン3は、アイテールと通称される A 型尾翼を採用していた。 V 字尾翼 V 字尾翼のジェットグライダー V 字尾翼 V 字翼 V テールは垂直尾翼と水平尾翼の動作を兼ねた斜めの尾翼である同時に方向打と昇降打を兼ねることとなりこの舵をラダーベーターという尾翼の枚数が減る分だけ空気抵抗が小さくなるほかステルス機においては電波反射面積が小さくなるのが長所である またジェットエンジンを機体後方上部に搭載する場合は排気を避けるため必然的に V 字または H 字が採用される。機体上面後部に設けた場合は旋回時に方向だけ昇降だが旋回方向とは逆方向に機体をバンクさせる働きをしてしまい補助翼の働きを阻害してしまうため運動性に劣ることが欠点となる。かつては運動性は ある程度目をつぶっても、要項比を高めることが最優先されるグライダーに多かったが、近年では T 字が主流になりつつあり、V 字を採用するのは、比較能式のジェットグライダーにとどまる。機体下面後部にネの字、刃の字に設けた場合は、旋回する方向にローリングさせるため、空力特性、ステルス性の両面で有利であるが、離着陸時に尾翼を損傷する恐れが高いため、 多用されるのは無人機に限られる。微翼付き下流気球や、その一種の微翼付き素足気球には、微翼面積の割に、地上接触破壊の可能性が低いへの自破の、あざ微翼が下毛翼に設けられることがあり、上微翼も V 字型になる場合もあり、これらは、出入り口を含む、格納庫の高さを下げられるメリットもある。X 字尾翼、V 字尾翼が上下になったもの、 ミサイルロケットで採用されることが多い。ただし、基軸を水平に向けた時の上下水平を規定する、単用主翼や内部構造等を持たない、ロケットミサイルに、X 字尾翼と10字尾翼の区別は存在しない。また、ロケット、弾道ミサイルの翼は、矢羽と同じく飛翔姿勢の安定のみを担う固定された、安定翼であり、推進効率上の理由により姿勢制御は、 水力変更のみで行われる。ミス -23 三砲地対空ミサイル等のように、微翼のように見えて、航空力学的には、X 字、10字に取り付けられた、デルタ型または、後退主翼公園の火事として機能している場合もある。飛行船と同様の原理で水中を進む、潜水艦においても、以前は10字だの採用が、一般的だったが、損傷時に10だまたは、 オーダーの一方の機能を喪失する事態を避けるため、X ダの採用が増加している。その他の利点としては、着底時に傷つきやすく不常時にも機能する、株ダ版を大きくでき、銃打がないので音は捨てる姿勢が高く、4枚すべてが旋回に使えることから機動性が上昇し、環境ロゴ乱流から外れることが挙げられる。後方から見た、シーラスビジョン s f 五0後方から見た、 MQ-9 リーパー高向かい核飛行時の胴体乱流による垂直尾翼機能低下を補うため胴体後下部に引き起こす時に滑走路と干渉しない規模形状のベントラルフィンとも呼ばれる骨符が設けられることがある。現代では純粋に V や X 字尾翼の機体は少なく下部に骨翼を追加するか下部翼を小型化する設計が主流である。例として シーラスビジョン SF50 は、機体上面に大きい、機体下面後部に小さい尾翼を配置する、上下非対称の X もしくは、小型の下面尾翼を追加した、V である。また、MQ-9 リーパーは、上向きの V 字に、下向きの小型垂直尾翼を1枚組み合わせた、Y 字尾翼となっている。想像機ではなくとも何らかの理由で2つの尾翼が、つながったり、 箱型とした設計の機体も存在する。アンリファルマンがファルマン3より前に設計したファルマン I は箱型尾翼の中央に方向打を備えていた。ユンカース G38 は単動機であるが2枚の水平尾翼と3枚の垂直尾翼で構成された箱型の尾翼を備えていた。このうち中央の垂直尾翼は固定式となっている。エジレオプティカは 機体後部にダクテッドファンを備えているため、主翼下部から後方にブームを伸ばし、2枚の垂直尾翼の上部のみを水平尾翼でつないだ尾翼が採用されている。エンテ型では垂直尾翼が主翼に設けられる場合がある。ありがとうございます。